え、そんな面白い映見てないな。えー、なんだろう、なんだろう、なんだろう。えー、夢、なんかどんな夢見たかも忘れてるんだよね。 夢何か何だ,、ね、ててだろうな,なんかさパッてさ起きて起きた時はその夢覚えてるけどあーなんかこんなに面白い夢見たと思って思ってたけどそのもう何時間後にかはもう忘れちゃってるからね夢って忘れるよね。<laughs> 妙にリアルなななとかえー、ななないな別にでもたまにあれはあるあのー「まさ夢みたいな「あこれで夢で見たな」みたいなのあるじゃんたまにあれはあるよ別にたまにたまにあるけど別に特にボルダリングしてみたいしてみたい してみたいですな、ボルダリングというものを。<noise> 落ちる夢は、ん？一般人だったからアイドルになった夢見たことありますとか、いや覚えてないな。見たことあるのかな。覚えてないですな。それも。 別に夢日記をつけると面白いかも確かにでもねその夢日記をつけるまでに忘れてるのよねそう,そういうもんなんですよ夢は夢はそういうものなんですよねそうそうそう 博多に行ってきました。いいな。博多ね。博多行ったことないわ。こ小倉は行ったけど。小倉は行ったけど、博多は行ったことないな。な 博多行ってみたいな熊本行ったことない泉小倉が初めて九州んこの前の小倉で初めてだったからさ九州あもう一週間以上経つよね早いね一週間がとても早い一週間がびっくりあのー、あのー、あそこら辺のさ時はさすごいさ あれだった。忙しくった。忙しかったから。豚まんとオムレット食べました。オムレットって何？オムレットって何？オムライスじゃないよね。何オムレット？ ハムレットなら知ってるねオムレツオムレツも知ってるけどオムライスとオムレツは知ってるけどオムレットって何クレープ的な <laughs> そんなあるんだねクレープみたいなやつへえそうなんだそんなあるんだ 339日おっやったね明日でで340じゃんイェーイししろやしろやっていうパン屋さんに売ってるえーはあ、そうなんだ まんじゅうって角煮まんみたいなあれ肉まんの中に角煮が入ってますよ的なやつ角煮まんじゅうって分かんないけど美味しそう角煮美味しいよね食べたいな角煮パッパパ,パパパンパンサラダパン食べたことありますないな聞いたことあるし見たことあるけどテレビで。 ニマン美味しそういいな角煮食べたいうん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 ニーパンってなんか聞いたことあるんだけどすごくなんだろうう梅梅うがえもちって 知ってますか知らない何それ梅？イズリンの配信は必ず食べ物の話になるよねまあ人間だからね何それって話だって食べ物っていいよね全部美味しい食べ物食べたいすごく美味しいもの食べ物食べたい ダザイフに売ってるよそうなんだあと海老名のメロンパンなんか海老名って聞いたことあるなんだっけ聞いたことあるんだけど海老名ってふんふんふん あサービスエリアだそうだ海老名のサービスエリア聞いたことあるなんか有名だよねサービスエリアその海老名みたいなとこねなんか有名な気がする聞いたことあるんだけど行ったことあるかは知らんけど

生ハムメロンは好きですか食べたことない生ハムメロン神奈川なんだ行ったことないわじゃ海老名泉が行ったことあるのはどこなんだろういや好きな菓子パンは メロンパン好きだしなんかチョコ系のやつも好きだしうーんチョココロネとかも好きだし結構好きよ。うん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 。 何そのうんー見えない大阪のサービスエリアはえなんか多分行ったことあるんだよサービスエリアはなんかちょくちょくさなんかさ何て言うの行ったことあるようんあるけどなんかいちいちそれがどこのサービスエリアかを確認してないんだよね泉はそういうもんですよ うん、スキーに入ってからサービスエリア行ったのは何回だ ?2 回ぐらいしかないかなうん。じゃあ,あ、いつ行ったっけなあ、あれだ。あのさ、ゼロポジのさ、何て言うのゼロポジのさ、収録の時に行ったわ。サービスエリア。あのー、あったじゃん。 なんか慰安旅行みたいな時の <laughs> さあ,あそうそうなんだっけカリアみたいなそう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 そこそこカリアって読むのわかんないけどそうそことあとはあそこかなあの北海道でねあの紅茶本の握手会あった後に空港でお土産とか買う時間がないからあのその近くの サービスエリアみたいなとこに行ってお土産買って海鮮丼を食べてみたいなそれしか行ってないかなそれ以外行ってないな SKE 中では。 ほぼいかんもんね、うん、サービスエリアだって新幹線の移動とかの方が多いからさ私たちはゴーカート達だそうゴーカートめっちゃ楽しかった免許取る予定ないのそれめっちゃ聞かれるけどないよほんとにないよだっていらないもん免許うずみ今のところアイドルアイドルなアイドルなアイドルなんアイドルの限りはうん アイドルの限りはいいらないかなかって思るだって別に必要ないからさ今の生活の中で必要ないんだよね本当に一人暮らしだからさ乗らないしさ車持ってないしさあ実家はあるよちゃんと本当に実家はあるけど自分用にさ車持ってないしさだから 別にいらないなーって思う。特に車で移動しないといけないみたいなこともないし。うん。レンタカー借りたくないですか。特にないかな。借りたいと思わない。 不便とは思わないんですよ。ずみ今なくても。まあ、将来は多分取ると思うよ。必要になると思うと思うけど今のところは取らない。うん。今何分全然見えない。本当にコンタクトしてないと見えないわ。あ55分ね。OKOK。 基本外に出なないしそうなのよね休みの日基本外に出ないし出るとしてもコンビニとかスーパーとか薬局とかあと本当に出るとしても服買いに行くぐらいしか出ないから本当にだから必要ないんだよね。あははは 何にお金使うの、うんたい大半が服かな本当に服代がすごい本当に服代がすごすぎてびっくりだよびっくりだその次にまあ食費とかまあ支払いとかかなうん だなんかさ何て言うんだろう普通に普通にさ普通に何て言うんだろうアイドルのお仕事をしてなかったら多分こんなにこんなに毎回毎回服を買うことはあんまりなかったなって思う,うだってさ毎回さ違う服なわけじゃん握手会ってだからその度にさ新しい服を買うからさほんとに必要になってくるんですよね 携帯月いくら別に多分ほうみんなうーん別に普通に平均ぐらいかな平均ぐらいですね多分あとちょっとかうん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 かさよくさ十 k とかさそういう表示されるじゃんそれのさ意味がわかんない 10k って何なんか1万か10万かわかんないんだよね 10k って平均がわからないわかんないあ？<laughs> 平均ってえだだ,だ,だ,だいたい平均って1万超えぐらいじゃないわかんない泉の中では1万超えぐらいかなと思って K が1,000なんだ。ってことは 11K で1万ってことなのねへえそういうことなんだねお時間ですほんと ?13 位がまさぱむさんありがとうございます。 12位が岩崎清さんありがとうございます。11位が Z さんありがとうございます。十、何位までなんだ ?10 位が、えっと、小雪さんありがとうございます。9位が、専務社長さんありがとうございます。8位が、お茶ゃっタイムさんありがとうございます。7位が、玉ねぎ44号さんありがとうございます。6位が、潤之介さんありがとうございます。5位が、岡山さんありがとうございます。 4位が水地さんありがとうございます。3位がチーフさんありがとうございます。2位が龍野郎さんありがとうございます。1位がマッキーさんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。今日もありがとうございました。 寝れますか寝れるよ普通に多分わかんない多分わかんないけど寝れると思うよ <laughs> 無限に寝れそう泉はははは。バイバイおやすみなさーいまたねー <laughs> バイババイバイバーイバイ またね、また明日。おやすみなさい。おやすみなさい。はは。バイバイ。ねむー。